マジックトラックパッドは Apple 製の Bluetooth 無線接続のトラックパッドである。マジックトラックパッドは MacBook などに搭載されているトラックパッドをベースにデスクトップでの使用に向け大型化した製品。マルチタッチに対応しており MacBook などのそれと同様の操作が可能である。奥行き、傾斜角が Apple ワイヤレスキーボードと同じなので デスクに並べた時に統一感のあるデザインとなっている。デスクトップコンピュータのためのトラックパッドとしては、アップルからは初めての製品である。デスクトップ型、Mac のオプションとしての位置づけであり、標準添付はされない。2015年10月13日には、第二世代機種となる Magic トラックパッド2が発表、発売された。Magic トラックパッド2では、MacBook や、 MacBook Pro のア r リー2 0 1 5モデルから搭載されているものと同様のタップテックエンジンによるフィードバック付き間圧式トラックパッドを採用し MacOS の強めのクリックを活用した機能をデスクトップ型 Mac でも利用できるようになった。また従来型の乾電池式をやめリチウムイオン二次電池を内蔵した充電式に変更された。本体奥に備えられたライトニング端子から充電を 行う。従来型と比べてトラックパッドの表面は約30%広くなり同時に発売されたマジックキーボードと合わせた緩やかな傾斜になった。第2世代から iPadOS13.4 のマルチタッチジェスチャに対応している。2018年3月27日に色のバリエーションとしてスペースグレーが追加された。ありがとうございます。